真ん中使う、間で受けた大石使う、加藤ダイレクト、クルーニー、加藤、おっとここはパスだ、崩しきった、最後は大石が決めました。2対0点差を広げます。金沢揺さぶって、加藤のクロス合わせた大石、そうですね、これスローインからこれワンツー全てダイレクトですよね。それでクロスで出て、もう大石選手が流れたのにそれには誰にもついていかなかったって感じですよね。